最初はグーじゃんけんぽい。はい、これでしょ。終わり。出したまでやけど俺、はい、シュリス、はいはいはい、チェンジ、ノバ、あシンプルに、はい、ノバじゃねえ、バスター、はい、手だからボルケなんで、これが能力でタップですね、ゼロと決めてから、で、まあ3点、いいよ、はい、これ、アタック宣言時、マジボンバー、あ、これプレイヤーですね、バスターじゃん、はい、で、絶対2枚ドロー、で、2枚か、はい、で、ダイレクトまで、やりました、最初はグー、じゃんけんぽい、終わり。できないよ。ギミック全部バレた。3点。で終わりです。はい。パッチ。はい。全然。ああ、スパッチ普通に。これ大丈夫ですね。1点か。はい。うん。うん。まあ、鉄拳かな。うん。1点。終わり、はい、まあそうですね、解体人形取るか、取って終わり、そう、取りそう、うん、こっち、ではタック時にキラスター出して、うんうん、ドローして、いやそれはね、マジできついんですよね。きちいと知らず。で、1点か、そうだね。はい、1点だね。はい。で、デシカジスタータックジジェニーで、どうですか、うわぁ。もうあれか、とりあえずもう出てきましょうか。うんうんうん。で、1点か。1点か。はい。で、ダルタック。はい。うん。まあ、一応、可能性は、乗ります。はい。なるんだけど、だけかそうですね、ブロック化されないのか、強いですね。強いな、おめき。はい、最初はグーじゃんけんぽい。終わり。終わり。じゃあ、サーニャで、はい、そいつめっちゃ強いな。バスター切ってドロー。はい。で、終わりです。ドロー。シードラムで、これは出さざるを得ない。うん、はい。で、うわ、なんか。終わり。シドラムですか。終わり。何何何。まあいい。いやそれのせいで出せんかった。松葉目が。ああなるほど。シュリス。はい。でチェンジカツキミ。はい。で立て振って一枚ブレイク。ああこれきついな。で、はい、バウンスを。ああしますします。はい。では終了。終了。何チャージいいか。三マナ松葉目。うん。全然いい。一点字ドロー、はいはい、で一点字バッチュ宣言、うん、で効果今で引いて戻して、はい、うん、でバッチュリス出てきてアタックチェンジドイロコンドまで、うん、X まで、まあ破壊でいいですかね、うん、破壊だね、はい、で3点か、で3点やね、はい、まあいくか、はい、うん、で多少間隔してんのお、まあやることは一緒ですね。はい。チュリス、チェンジ、あとジュニアで増えて1枚ブレイク。まあバウンスロックか。あ、クロック出して、うん、かます解決先で。かます解決でバウンス。終わりです。え、か、これ勝てないのか。いや、わかん、いや、どうなんだろう。結構、まあまあ、相当、盤面エグいっすか、相当いかれてないと勝てないぞ、これ。
よいしょ。ダイナモルトで。うん、白のタック9時。うん、よいしょ。ないか。で、ノバタック自爆宣言まで。どこまで宣言するかをちょっと考えますね。それはじゃ あ、はい、この4枚を宣言で。やばいや、はい、いいかな。これまくれたらもう完璧よ。ミラミラから、はい、お、相当強い。それ相当やばいな。で、はい、ボルドギーかな、はい、めっちゃ強いね。犯罪が、はい、先にじゃあ、カツキングで使って、増やしてブレイク、はい、すると革命ゼロが失敗するのでこれが手段に変わります。なるほど。で、まあ、こっち効果増やしてブレイク、はい、でボルドギー効果で、ダイナボルトとバトルで、じゃあこのノバのアタックはブロックか、イラダンテでブロックでいいです。はい、アタック時チェンジで、うん、低い方破壊か、うん、それの2点は受ける。はい、で、ダッドダック、それはこれこれ、これまでは確定で、はい、おー、やばいな、はい、ありすぎだろ。ここまででいいかな、はい、これは絶対成功させないといけないので、はい、まあ、から解決、はいはい、成功で、じゃあボルシャクド・ミラゴン解決、はい、成功で、オキズナ解決、はい、やばすぎだろ、やばで、鉄拳まで進みました。はいはいはい、5000か、5000なんで、はい、これは、はい、はい、で、ブロックか、すげえな、それ確認して混ぜて、で、ブロック、はい、これ、ボルトギのバトルはあるんか。あ、そうですね、ボルトギのバトル忘れてた、じゃあ、言葉ってはい、で、エンドか、はい、どうぞ。よしよしよし、おお、すげえな、そのデッキ。ちなみにね、マジか、まだ宣言してないだけでね、全然いっぱいあるんよ、ね、あ、なるほど。まあ、トリガーフロック、クロック踏むことを考えると、多分これで正解なはず。確かに確かに確かに、でかすぎ、マジで。これがアンチリス召喚、はい、一応盤面しょってからの方がいいかも。でここ殴るときにこれとバトル、はい、いいかな、まあ、こことバトルですね、はいはい、じゃあアタック宣言時チェンジ、いやきしょすぎる。で縦増えてブレイクして大量に盛り出した。おおおまあまあバスターはこんなですね。というわけで、今回使用した赤白カウンターかな、これは。そうですね、まあ、もうやばいな、これ。いや、本当はもうこれ発表した時に、うん、まあ、これ絶対作ろうと思ってたんですけど、うん、完全に忘れてました。なるほど。まず基本的な動き方からなんだけど、まあ攻める時は、まあ、チュリス、ノバ、うん、チュリス、カツキングみたいな感じで、うん、ガツガツ殴る感じになりますね。はいはいはい。けど相手のオニカマスに対しては、まあ、ドルガン、チュリス、カツキングジュニアで、まあ、一生相手のシールドブレイクしながら縦を増やして、うん、まあ、縦増やすってことはそれだけあのカウンターカードが手札に来るんで上がるので、まあこれで一生いじってくださいと。そうですね、それで十分ゲームできるかなと思って組みました、うんうん、特にノバーみたいなデッキだとね、相当しんどそ う, そう、ねうん、俺結構並べたつもりだけど6体ぐらい並んでも余裕で帰るし、あれ多分なんなら10体並んでても帰ってたと思うんだよね、うんうんうん、なので、まあ、かなり強いんじゃなかろうかと。ということで、ちょっといろいろ見ていきますか。まず、ウサンニャ。ウサンニャ。これ、確か公式からさ、最初出てきたときにだいぶ騒がれてたけど、1捨てにドローか。まあ、書いてあることが普通に強いですね。まあ、いかれてるな、これは。普通に。うん、まあ、そうですね。まあ、このパーツが揃わないと、うん、まあ、結局自分から動けないんで。相手のデッキによっては、どうせこの辺刺さないやろと思ったら、あえて切るってのもありそうで、うんうん、結構ありますね。で、ロッカー。これマジすごいな。本編では活躍しないけど、それはどっちかっていうと、これがマナに置かれることによって、俺のプレイが制限されてたっていうのが大きくて。まあそうですね。進化元除去ル除去ったり、うん、まあミキセルかな。うん。ミキセル除去ったりが。3500ってのがいいね。デロダムまで取れる。そうですね。うん。ノバからめくれても、まあ若干強いんで。うんうんうん。確かに。SL。そういう感じで入ってます。はいはい。で、ドルアンドリス。まあさっき言った通りメインプランだね、これは。そうですね。特にことないかな。うん、まあこの4枚。まあ、この8枚か、この8枚が入ってるだけで、うん、まあ、デッキっぽく見えちゃうのが結構なんかひどいところというか、どう足掻いてもとりあえず3ターン目にトリプルブリカー出てくるから、ね、そうですね。で、まあ普通に除去なんですけど、うん、まあ、この辺が1回失敗しちゃうとトップが固定されちゃうんで、だからボルトギ、鉄拳ボルトギってやつだよね。そうですね、まあ、ボルトギ打って間違いミスりましたと、うん、ボタン出ちゃいましたってなった時に1回革命の鉄拳でずらしてあげると、そうそう、山を混ぜ直す生還のチャンスでいきますよっていう、うん、まあ、よくあるイニシエの使い方です。そうですね。で、バルチリスと、まあ一応あった方がルートが広がるかなと思って入れましたね、うん、まあそれこそバンバンロッカーとかとか見えなくてまあ3ターン目4ターン目とかに、まあ、ミキセル倒してそのまま展開したりとか、うん、もう一応あるかなと思って、なるほどね、入ってます、ね、まあでもミラミラの失敗にはなるから、うん、まあまあまあ
要調整切っても良いのではないかみたいな、はいはい、でボルケノ来たなこいつ。ドラゴン持ってなかったよね確か。ドラゴンは持ってないですね、まあ、でもノバでめくれても SA なので。はいはいはい、ああそうなんだ、こいつ地で SA 持ってんだ。そうなんなら味方のこの辺に SA をつけるんで、はいはいはい、あ普通に、ね、3点2点マジボンバー。あーじゃあ結構強いな。そう4位以下タップがあのキラスターに対してめちゃくちゃ強くて、うん、まあ、4位以下が寝るってことはつまりブロッカーが全員寝るってことなんで。本当だね、そうかキラスター4位以下ブロッカーか。それこそ、まあ、この辺からめくれたときにそのいっぱい打点があるやつを全部寝かせるとかも結構あるかもしれない、うん、この辺からめくって。本当だ本当だ。はい、でボルシャとミラモンと、まあ、主役その1、うんうん、まあそうだね、カウンターカードその1か。そうっすね、うん、まあ、どうなんだこいつは特に今度、まあ、一応カツキングジュニアめくれたときに縦1枚増えるよっていう、そうっすね、お得ポイントがあるぐらいですかね、はい、で新しいやつか、確認の手綱、ね、これのためにデッキを組んだんですけど、うん、ちょっと遅れてしまったな。はいはい、赤か白どっちでもいいのと、うん、単純にこいつがネオクリーチャーなんで、うん、ボルシャックドギラゴンのためこいつがめくれても成功する、うん、ボルドギでボルドギめくれても失敗するけどボルドギでこれめくれても OK っていうやつ、うん、まあ、あとブロッカーなのが偉いですねやっぱり、うん、その鬼カマスダイレクトとか。確かにそう鬼カマスダイレクト止めるの相当偉いわ、まあ、多いので、はいはいはい、そうですね。ただそれだけじゃ飽き足らずミラクルメランテと、まあ、ミラクルメランテも、うん、まあ、パワーでかくて、うん、コマンド止めれて、うん、まあ、かなり偉い。まあ確かにそうか、これあんま使われてないけどすごいこと書いてあるな。まあ、あとイラストめっちゃかっこいいんでこの新規のやつ。確かに確かに。そう使ってあげたくて。ノバ止めれるのがこれだからかなり強かった。うん、でダントと。まあ上振れ要素、うん、かなこの辺か、うん、この辺か、うん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 、この辺が手札に返ってくるのが偉いですね。はいはいはい。でドレゴンノバと。まあ、これも結構いろんな使い道あるよね。ノバ、まあ、このルートもあるし別にこれでね使い回すってのもあるし。うんうん、まあ普通にカードが強いとか言うことない、ね。そうだね。まあで勝手にジュニアと。まあ、オニカマスケア兼、うん、まあ、めくって強いよっていうカードなんですね。うんうんうん、で、まあ、注意点としては、はい、例えばなんですけど、ボルシャック・ド・ギラゴン、ミラクル・ミラダンテ、この3枚宣言したとき、革命の絆宣言したときに、はい、1枚目でこれがめくれたとするじゃないですか。はい、で、先にカツキングを挟むと、革命ゼロトリガーが失敗する可能性、あ、するんだ。革命ゼロトリガーは、盾がある状態だと解決できないんですよ、このカードが。不安になるんだ。うん、だから逆に、動画でもやったみたいに、うん、この3枚を宣言して、うん、これで打点止めれるってなったら、はいはい、逆にカツキングから使ってわざと不発にさせるみたいな、うん、かっこいいそれとかも結構ある。あゲロテクイな。それこれを成功させたいときは、うん、まあ、これの解決を後回しにすればいいんで。はい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 、はい、なるほどね。はい、で最後ドリロンバスターということで、まあドリロンバスターも何でもできるね。チュリスバスター、まあ5枚目のノバかな、うん、まあというわけで状況変化ぜひ組んでみてくださいと。結構、まあ、これがかなりあれだな、受けの幅を広げてくれたな。そうですね、まあ、うん、オニカマスダイレクト効かないのが、うん、強いわ。まあでもカリスママニフェストが強いんだ、うん、今の環境。 そうだな、それは結構使ってましたね。あの 4C キラスターのオニカマスはちょっときついな。ボール展開した後、うんうん、きつかった。あれきついわ、ちょっとそれだけ。まあ使ってて思ったのは、うん、革命の防壁っていうカードがあるんですけど、うん、鉄拳みたいなカードで、うん、白の革命ザトリガーでトップめくって白いクリーチャーだったら縦1枚追加、うん、はいはいはい、そうあれを入れると、まあ、その辺にちょっと強くなるから。なるほど、まあ、それはそれで面白いかもしれない、うん、確かにそれありっぽい。うん、コントロールよりはビートが主流の環境の時に使うと強そうなデッキだと思います。ハンデスとかには結構脆いんで、さすがにそれはしゃあなしだな、うん、というわけで以上赤白カウンターでした。